うん、俺この間ファームの取材行ってきた、ブラボーで行ってきたよ、はいはい、昨日の夜か、昨日放送しました、金曜日のね、金曜日の深夜でね、はい、ギラギラしてた選手おったやろ、いっぱい、もうガンちゃんが一番目立ってましたけどね、せやろ、ちゃうねちゃうね、遠慮がちやから遠慮せんと来いよ、はいはい、ほんで今井くん、今井くんのええー、キャラやったやろ、すごいレスポンス早いですね、せやろ、はい、ほんで見てみや、あの荒垣、はい、デサント、デサ、あの、もうその二人のね、うん、レスポンスが素晴らしかったですね、あの二人が成績残したらどないなる、スーパースターやろ、あ、そうですね、そうやろ、はい、人間味あふれるコメントもうテレビで残してます、はい、キャラ先行はいかんなと思って、俺も一応抑えながらやで、もっと愉快な男たちなのよ、はあ、グランドで活躍してくれよ、荒垣ゆうちゃん頼むで、分かってます分かってます言うて、はい、昨日大炎上食らったみたいけど、ゆうちゃんはちょっとね、うん、はい、でもチャンスがある限りはその可能性を求めないと、今井選手がね、高卒でね、あのちょうど放送で使われたところは、うん、なんちゃんが顔が3ヘクタールぐらいですって言ったら、うん、ゴルフ場じゃないですか、ね、早いやろ、なんかそんなあれだってね、ま、別打ち合わせしてるわけじゃないのに、ゴルフの5の字もわからんような人間がパーンと広いフィールドを口に出せる、ポテンシャルしてるぜ、ね、堀井瑞希くんをね、うん、横にいて、そうそう、なんか AKB いましたみたいな感じで言ったらね、うん、結婚発表ないですかって、すぐもう、ね、もう今話題の、そう、たんたん来るやん、そう、素晴らしかったですね、うん、はい、堀くんは優しい子やで、優しい子ですか、うん、柔らかい子やで、ちょっとふっくらしてましたね、うん、でもちょうどええね、先発感動型ちょうどええね、あの油がつく体質、はい、あの脂肪がつく体質重要で、はい、それがボテッといったら問題、はい、でも油ってさエネルギーやから、はあ、フッチちょっと超えたりで頑張ってなんかちょっと、はい、シェイプアップしたりしたんでしょ、はあ、ちょっと体重が自分の思ったより数キロ重い時、はい、でも元気やろ、あ、まあね、そうですね、なんか妙にエクストラパワー出るやん、はい、エネルギーが満々ついてるから、はあ、うん、だからこう細くなるとこうしんどくなってくるし、はい、でもこう体調を整えて引き締まった体でも効率よく体が動くように栄養バランス食生活が大切だっていうのはそういうところになってくる、はいはい、なるほど、堀君はでそうやって、あ、君は本当にこうのんびりしてる感じやねみたいなことをマイクに乗せなくても喋ってると、はい、はいって言いながらよろしくお願いしますって入っていくけど、ブルペンで見たらびっくりした、あ、そうですか、来るで、来る、堀瑞希来るで、あ、そうですか、うっち、はい、もうファイターズが、はい、もう今苦しんでるわ、はあ、なあ、オルス開けて、はい、島にはちょっと先がちょっとどないなってくるかってなんとなく嫌な絵が見えてきた時には、はい、シフトチェンジしたらもう堀瑞希経験させてバカーン行くで、なんかキャンプの時はね夏ぐらいメドとかっていう話も出てましたけどね、すごかった、何がすごかったんですか、まっすぐのキレ、はあ、そうです、スライダーのキレ、はあ、ほんで下半身が、はい、多分高校生時代によく走り込んだよね、はあ、ムチムチ、今時ない選手や、今どっちかいったらスラッとしてんねん、はいはい、ほんでああ見えてムチーってしてるのがボール持ったらもういきなり人か買ってもうたよね、はあ、バチンバチン、はあ、もう高橋ピッチングコーチ、はあ、どういうことですか、すごいんだよかんちゃん思わず声殺して、はあ、誰にも知られたくないからもうそういう秘密兵器がいるの、あ、なるほど、ああ俺電波に乗せてもうた、ここで言っちゃったけどね、うん、はい、もう二人でもうこそこそ話やえらいドライチついですよ、はい、言うて言うた、はい、この先楽しみなんだよ、そうですか、楽しみですね、すごいんだから、ちょっと一軍はねちょっと寂しい話題ばっかりですけど、いやもうこの先は楽しみやでこれそうですか、はえ、先発中継ぎどっち、先発関東型やないか、そうなんですね、ほう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 、ということでじゃあ楽しみですね、金曜日のゲームでね、はい、ファームで2ヶ月ぶりに復帰ということで、1イニング投げたみたいですけどね、あの僕が言ってるのはあの素材ね、はいはい、この先楽しみな素材を見つけたということで、はい、すぐに結果出るわけじゃないよ、はい、ほら磨けば光るそういう選手がおったんかな、なるほど、はい、うわこれ、はい、じゃあいつ出てくるか楽しみにして待ちたいと思います、で、あ、そうですか、うっち、はい、もうファイターズがもう今苦しんでるわ、はい、なあオルス開けて、はい、島にはちょっと先がちょっとどないなってくるかってなんとなく嫌な絵が見えてきた時には、はい、シフトチェンジしたらもう堀瑞希経験させてバカーン行くで、なんかキャンプの時はね夏ぐらいメドとかっていう話も出てましたけどね、すごかった、何がすごかったんですか、まっすぐのキレ、ああそうです、スライダーのキレ、はあ、
ほんで、下半身が、はい、多分高校生時代によく走り込んだよね。ムチムチ今時ない選手。ちょっと体重が自分の思ったより数キロ重い時、はい、でも元気やろ。あー、まあね、そうですね。なんか妙にエクストラパワー出るやん。はい。エネルギーが満々ついてるから。はー。うん。だから、こう、細くなると、こう、しんどくなってくるし、はい、でも、こう、体調を整えて、引き締まった体でも、効率よく体が動くように、栄養バランス、食生活が大切だっていうのは、そういうとこになってくる。はい、はい。な、なるほど。で、堀くんは、そうやって、あー、君は本当に、こう、のんびりしてる感じやねみたいなことをマイクに乗せなくても喋ってると、はい、はいって言いながらよろしくお願いしますって入っていくけど、ブルペンで見たらびっくりした。ああ、そうですか。来るね。来る。堀瑞希来る。俺、うん、この間ファームの取材行ってきた。ブラボーで行ってきたよ。はいはい。昨日の夜か、昨日放送しました。金曜日のね、金曜日の深夜にね、はい、ギラギラしてた選手おったやろ、いっぱい。ガンちゃんが一番目立ってましたけどね。せやろ、ちゃいねちゃいね。遠慮がちやから遠慮せんと来いよ。はいはい。ほんで、今井くん。今井くんの。ええキャラやったやろ。すごいレスポンス早いですね。せやろ、はい。ほんで、見てみや、荒垣。はい。デサント。デサ、あの、もう、その二人のね、レスポンスが素晴らしかったですね。あの二人が成績残したらどないなる？スーパースターやろ？あ、そうですね。そやろ、はい、人間味あふれるコメントもうテレビで残してます。はい、キャラ先行はいかんなと思って、俺も一応。ね、堀瑞貴くんをね、横にいて。そうそう。なんか AKB いましたみたいな感じで言ったらね。うん、結婚発表ないですかって、すぐもう、ね、もう一応ネタまで、そう、たんたん来るやん。そう、素晴らしかったですね。うん、はい。堀くんは優しい子やで。優しい子ですか。うん、柔らかい子やで。ちょっとふっくらしてましたね。うん、でもちょうどええね。先発感動型ちょうどええね。あの、油がつく体質。はい。あの、脂肪がつく体質重要で。はい。それがボテッといったら問題。はい。でも、油ってさ、エネルギーやから。はぁ。うちちょっと超えたり、で頑張って、はい、なんか、ちょっと、シェイプアップしたりしたんでしょ、はい、抑えながらやで。もっと愉快な男たちなのよ。はあ、グランドで活躍してくれよ、荒垣優ちゃん頼むでー。分かってます、分かってます、言うて。はい、昨日大炎上食らったみたいだけど、優ちゃんは。ちょっとね。うん、はい。でもチャンスがある限りは、その可能性求めないと。今井選手がね、高卒でね、あの、ちょうど放送で使われたところは、ガンちゃんが、うん、顔が3ヘクタールぐらいですって言ったら、うんうん、ゴルフ場じゃないですか、ね、早いやろ。なんかそんなあれだってね、ま、別に打ち合わせしてるわけじゃないのに、ゴルフの5の字もわからんような人間がパーンと広いフィールドを口に出せる、ね、ポテンシャルしてるぜ。